はい、プレサンチャンネルロレツが回っていないですね。まあそれで構わないです。あえて取り直しはしません。はい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 。カズです。マユです。何をしてるの？なんか出せって言ってるのかと。今年もですね、はい、今日は12月17日日曜日、はい、営業終わりにね、最初感度上げ、滑り出しを取ったらいいですね、はい、はいはい、12月17日、はい、日曜日、うん、営業が終わった後に収録させていただいておりますが、はいはい、もうね、うん、本当に今年もあと残すところ2週間になってしまいました、うんうん、全く実感は湧かず、そう、ね、だけどお店的にはイベントとかね、うん、あるので、まあ嫌でも盛り上がって、まあね、クリスマスを感じて、ね、今年はとにかく後半、まあ後半なのかな、うん、まあそもそもやっぱり浜友オフ会をしたのもあったりして、うん、まあというか今年1年間がね、広島行くとこから始まって、うん、で渚園のね発表があって、うん、浜名湖ね、もう行って、うん、でオフ会2回開いて、うん、でツアーが始まってとかね、うん、ライブ配信始めたりとか、なんだか、ま、むちゃくちゃこう、ね、登録者も1000人達成したりとか、そう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 、だから何気に濃厚でしたね。そうそう、はい、YouTube チャンネルを通して、うん、非常にね、多くの方にこう、まあ、ご視聴もいただいて、うん、ご登録もいただいて、そう、今年はだからほら結婚30周年でもあって、あ、数も還暦を迎えたりとかってね、うん、そういうのまでプライベートまで入れたらもう本当に盛りだくさんで、ね、まあ、会社も25年だし、うん、プレさんも年を明けると20年だし、うん、ね、だからいろいろこうアニバーサリー的な感じの、うん、まあ約1年間がねあったりして、はい、まあまあとってもにぎにぎしく、そう、私たち的にはそういうなんかちょっとおめでたい1年間でもあったし、うんうん、だけど振り返ってみると今年はすごく、うん、有名なアーティストさんがたくさん亡くなった年なんですよね、うんうん、坂本龍一さんとか、うん、高橋幸宏さんとか、うん、あとは1ヶ月前2ヶ月前なのかな、うん、アリスの谷村新司さん、はい、で谷村新司さんが亡くなったタイミングがちょうど船越で歌声をやるタイミングだったんで、うん、スバルと、うん、いい日旅立ちをね、うん、皆さんと熱唱して、うん、みんなも歌いたいって言ってね、うん、みんな本当に何歌いたいですかってアンケート取ると、まあ、上位2曲が本当にスバルといい日旅立ちみたいなぐらい皆さん好きな曲なので、まあそういうところからもね、皆さんかなりショックをね受けてましたけど、その後ぐらいにだんだん我々世代のアーティストさんが続々と亡くなっちゃって、ちょっとでもほら桜井さんはその前でしょ。ああそうね、まあ、ちょっと桜井さんの話はね、今後でまたちょっと話をしますけど、菅、うん、さんとかね、まあ、そうで、まあ谷村さんはアリスのナンバーを我々もね、うん、歌ってたりするから、まあそういう意味でね、そうやって歌声でもそうだったし、うん、夜カフェでもツイートでね、うん、歌わさせていただいたりとかで、菅さんの曲もね、うん、通常のレパートリーの中にはないんだけれども、うん、でもカバーした曲が実はね、うん、あるから、まあ俺もねどこかで追悼の意を込めて演奏してみたいなとは思ったりするんですね、うん、であとね、つい最近では千葉雄介さん、ザ・ミッシェル・ディーカ、ミッシェル・エレファント、ミッシェル・ガン、え、ミッシェル・ガン・エレファントだったっけ、あんまり聞かないからわからないんですけれど、でもいくつかね曲は知ってるし、その我々の好きなね、その奥田民生さんともね仲が良かったりして、一人またたびで曲をコピーしてたりとかしてるっていう意味では、まあ年もね奥田民生よりも若いんでね、奥田民生さんより若いんで、民生さんよりもだから、まあ身につまされるような、だから追悼でねビデオ、YouTube 出してたけれども、
以前にね志村さんが亡くなった時もね、うん、非常にねめったにこう感情を表にねそういう感情を表に出さない人だけども、うん、カウントダウンでねやっぱり泣いてしまったりとかねことがあったりしたから、まあ、今回も追悼の意を表すのに歌い切る自信がなかったんだろうねきっと。だから演奏だけしてねっていう動画が流れてましたけれどもまあとってもねそういう意味ではちょっとね今年は残念なお知らせがね多い年だったなって思うので、やっぱりそのそれぞれのねアーティストのファンだった方々にしてみればこれ本物のロスなので、うん、まあ、なかなかね受け入れがたい部分はあるんじゃないかなって思うの でたまたまねその桜井さんが亡くなったことに対してまあ、都市からね、うん、また新聞の切り抜きをね見せてもらってでその投稿したのは多分奥様の昔の同僚だろうっていうね、うん、ことが分かって、うん、でまあそういうこともあったりしてねトッシーがそのね記事を送ってくれてそのやっぱり桜井さんの死が受け入れられないっていうね、うん、ファンのね記事が人生案内っていう朝日新聞の記事かな出ていて、うん、でまあそれに対してね増田明美さん、うん、マラソンのねがコメントをしてるんだけれど、まあ、とにかく元の記事としてやっぱりその死がねなかなかこう受け入れられないでその喪失感が大きすぎてっていうのはねどうしたらいいのでしょうっていう内容だったんですけれども、まあ、やっぱりそれはまあ、別に音楽に限らずきっとね役者さんだったり、まあ、それから作家さんだったりとか、まあ、スポーツ選手だったりとかやっぱファンの、ね、人たちにしてみればそれはとても受け入れがたい現実だったりするわけででもいずれ訪れることでもあるからね、うん、まあ具合が悪かったって話を聞いてればね、まあ、谷村さんとか菅さんはそれをね公表してたから、うん、まあそうならないことをね皆さん願っていたとは思うんですけれどもまあそれでもねやっぱり現実としては受け入れがたいものが、うん、あるからねまあそう考えた時にはまあ我々だってねまあいろんなアーティストとかねいろんな人たちにこうリスペクトしながらねやってきているのでまあいざそういうことが起こればねまあそういう喪失感というのはやっぱり多分まあ、というかすでにね俺の中ではフレディが亡くなった時が、うん、やっぱりそれは非常に大きな喪失感があってやっぱりクイーンからそこからね離れてしまってあまり聴かなくなっちゃったっていうのはあるけれどでもやっぱり今でもね何かあればやっぱりねクイーンのナンバーを聴いてああやっぱりフレディいいなとかってね思ったりもするわけで。なんだろうな、存在としてねフレディはいなくなってしまったかもしれないけど、うん、でも我々ファンの中ではね映画なんかでもそうだけどいつまでも生き続けているっていう意味ではまあそのねアーティストを愛知したものとしてはやっぱり忘れないでいようっていう気持ちはやっぱり起こるよねそういうことをだからその増田さんもね言われていてまあある意味でねその桜井さんの死に関して言えばステージの上でね倒れたからね、うん、まあある意味ではアーティストとしてはもしかしたら理想的だったのかもしれないし、うん、っていうことを書かれていてまあ年齢考えるとねちょっと理想的とも言い切れない部分はあるとは思うんですけれどでもなんか穏やかにこうキャリアを終えていってなんだろうね自然になくなっていく自然になくなっていくって言い方はおかしいかもしれないけどまあなんとなくみんなから忘れ去られていってっていう
まあ、あの終わり方も当然あるはずだし、まあ、そうやってねあのちょっと衝撃的なね亡くなり方ってこともあるだろうし、あの何とも言えないけど、でもその増田さんのね増田明美さんの言うこともそれはよく分かることだし、でそこで引き合いに出してたあの、A 六輔さんの何回でやっぱラジオとか何かから話されたことなのかなの一節を出されて、まあ、人は二度死ぬと、うん、まあ、実際亡くなった時とそれから人々の記憶から亡くなった時の二度死ぬというふうにあの例えてらっしゃったのかな。でそれをまあ記事に書いてあるんですけれど、うん、あのそれはやっぱりまさしくその通りだなって、うん、あの思うので、あまあ特別有名な人でなかったとしても、あの普通に暮らしている我々とかであってもやっぱりあのなんだろうな、その亡くなった人をあの悼む気持ちっていうのはあの何もね、そのお墓参りをしてお線香をあげてっていうことだけではなくて、そのやはり亡くなった人のお話をするっていうことは非常に大きなことなんじゃないかってことをやっぱりあのこの、忘れないってこと、少なくとも直接知っている人たちが忘れないでいるってことはやっぱり非常に重要なことかなと思うので、まあ、やっぱり断るごとにお話をしていくってことはあのやっぱり大切なことだなって、でこれはあの菅さんが亡くなったことに対して根本要さんがスターダストレビューの、あのお話をしていて、まだなんかカンちゃんがそこに来るような気がしてしょうがないんだよって話をしてるんですけれども、まあ、でもまさしくそういうものだなっていうふうには思うんですよ。あの付き合いがあの濃かった人たちほど、まあ、喪失感は大きいんだけれど、でも反面、うん、そこにねあのいつもその人がいるような感じっていうのも多分持っていられるんだろうなって思うので、まあ、やっぱりあのそうやってお話をし、ね、あのするとか、あの、まあ、自分の中でね思い返る、まあ、そういう意味でアーティストっていうのは強いなって思うんだけれども、やっぱり曲を聴けば、ね、うん、思い出されるし、でもちろんあのフレディいないんだなとかってことは思うんだけれども、でもやっぱりあのその曲を聴いたりすれば、あのその頃ね、例えば 若い頃に聴いたとかね、あとコンサート行っておーってやっぱりねやってたことをあの思い出したりするわけで、あのそれはあの、まあ、自分にとってもね、あの非常に何だろうね、 ある意味でコンサート行ってる時ってあの仮にしんどいような状況だったとしても、あのその時には何かを忘れて発散しているわけで、あのそういうあの頃のこととか思い出しながら、まあ、そうやって聞いて何か乗り越えてきたのかなとかね、そういうものも思い出されるし、まあ、その時に当然のことながら歌ってるねあのフレディのことは思い出したりするわけで、まあ、それがあのやっぱりあの自分の気持ちの中で生きてるっていうこと、まあ、そもそもあのフレディと面と向けた話ができるわけではないわけだからあのそういうあの関係ではあるわけじゃない、ファンとねアーティストっていう意味では。だから、まあ、あのまあ桜井さんの場合は同じ日本人だから、あの当然コンサート行ったりした時にね目の前とか近いところによりね感じることができただろうから、まあ、余計その喪失感っていうのはねあるのかもしれないけれど、でもあのいずれにしてもね、その亡くなった人のことを思ってあの生きていくっていうのは今現在生きてる人のね ある意味で務めなのかもしれないから、まあ、その思いをねあの持ち続けるってことなのかな、それが一番 の供養にもなっていくんじゃないかなと思うし、まあ、あのアーティストにしてみても、ね、そのアーティストにしても自分が生きた証なわけだからね、それで誰かを勇気づけてきた証でもあるわけだから、あのまあ、それに応えるのはファンのある意味で務めなのかもしれないので、あの、うん、まあ、明るくね前向きに生きていくってことはとても
大きなことだなって思ったりするんですよ。だからまあ、 一時的にはどうしてもね、喪失感はどうしても伴うよね、うん、それは近親の人間が亡くなったことがねある人なら余計わかると思うんですけれど、実際にね、その人とはもう会えないわけだから、でも必ずね楽しかった思い出とかいろいろあったりするはずなので、もちろんいがみ合ってるとかそういうこともあるのかもしれないですけれど、でもまあね、人が亡くなった時にその痛む気持ちが生まれるってことは決してそれだけではない間柄だったはずなので、まあそれをね気持ちの中に置いておくってことは重要なんじゃないかなって思いますね。だからまあとにかくその形だけのね、なんかこうお悔やみとかねそういうことではなく、お話にね登るってことなのかな、やっぱりその話題にしてあげるってことが一番 の残されたもののね務めなのかなっていう気は、するので、まあ、これからね我々もね自分たちがねそういうふうになくなっていくのも当然あるわけだし、でそうやってねお気に入りのアーティストとかねいろんな別にミュージシャンに限らず、まあ、作家だったりとかね、まあ、映画監督だったりとか俳優さん女優さんねいろいろあるかもしれない、まあ、スポーツ選手もそうだよねと思うんで、まあ、それをね乗り越えて今度ね自分もね誰かに覚えておいてもらえるようなね生き方をしておくことが重要かなと思いますので、まあいずれね全ての人の記憶からはなくなるとは思うんですけれども、まあまあ頑張ってね生きている人間はね頑張ってやっていくしかないと思うので、まあ乗り越えるのはね大変なこともあったりするとは思うんですけれども、でもねとりあえず今現在をね、まあ、最善を尽くしていくことが重要なんだろうなと思うので、頑張っていきましょう、まあ、頑張るだけが脳ではないんですけどね、でもねとりあえずやらなきゃいけないことはやらなければならないし、うん、まあ別に手を抜いてもいいかなってことは手を抜いてもそれはそれで構わないと思うんで、誰かに文句をやらないものであれば手を抜いても別に問題はないと思うので、その辺はね上手に折り合いをつけてやっていくってことがまあ大人なんですかね答えのない話をしている感じがするので、うん、正解はないと思うんです。それぞれそれぞれ痛み方とかねその受け入れ方はあるとは思うので、ただいずれにしても後ろ向きな考え方っていうのは、うん、おそらく自分にとってもそうだし周りにいる誰かにとっても決してそれはいい結果は生まないことだと思うので、頑張りすぎなくてもいいと思うけど後ろ向きにならないことは重要だと思いますので、まあ、ちょっとね深刻な感じの話になってしまいますけれども決して深刻な話でもないリアルな話でもあるので受け入れざるを得ないものは受け入れてとにかく頑張っていきましょう。もう頑張っていくってことしか出てこないけどねまあ時間も解決してくれるしね、そうね、うん、今まだ本当にまさにねつい最近起きたことだから、うん、とっても辛いんだろうけど、うん、まあ、時間はね解決してくれるし、まあね、うん、まあ、私たちも今随分浜友さんできたけど、うん、なんかそういうね仲間でもできて語り合えたりしたら随分楽にもなるのかもしれないしね、うんうん、そうだからお話しすることが重要だね、うん、やっぱりそうすると分かち合える部分が出てくるからね、うんうん、でそれ自体がその亡くなった人に対する弔いでもあるわけだから、うん、まあファンのね仲が良かったファンの方とねそうやって語り合ってみるのもいいんじゃないかなと思います、うん、ぜひね
なんかねうまいこう方法を見つけてもらえると、まあ、この人に関して言えばね、うん、と思うし、まあ、あの他にもねそうやってあの桜井さんに限らずね今今年亡くなったねたくさん の, そのアーティストのファンの方がいらっしゃるでしょうから、そうやってあのお話を、ね、友達としてみるといいんじゃないかなと思います、はい、ぜひそういう機会を設けてみてください、はい、プレサンチャンネルでした。この動画が良かったよって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。